今回ウニに新しいおやつを3つほど購入してきました。どれもね、初めて与えるものなのでちょっと味見してもらおうかなと思います。普段おやつってあまり与えてないんですけども、唯一パピーの頃のしつけの習慣が残っていて、トイレ成功したらずっとボールを1個与えてたんですね。で、それがやめきれずに今も続いていて、そのタイミングだけおやつを与えてます。ただボールをずっと与えていて、なんとなくなんですけども、ウニの場合合わないのか、涙がこう多く出てきちゃうような気がしまして、ほんとここ最近なんですけども、ボールをやめてフリーズドライのささみのおやつを与え始めたんですね。そしたらまあささみなんでウニめちゃくちゃ喜ぶし、なんとなくですけども涙が少なくなってきたような気がしてます。で、ささみのそのフリーズドライのおやつが切れたので、まあ、同じものを購入してこようかなと思ったんですけども売り切れていて、まあ、似たようなものを3つほど今回買ってきました。多分ね、どれもウニ喜んでくれるんじゃないかなと思います。今回購入してきたおやつがこの3つになります。全部ね、同じシリーズなんですけども、ペットパラダイスさん、ペットショップのペットパラダイスの、ワンちゃんの安心おやつというシリーズですね。で、これの、鶏胸肉&レバーと鶏胸肉&砂肝と、これがさつまいもと鶏のささみのチップスなんですけども、原材料名が全部、これが鶏胸肉と砂肝、これがトレめっちゃ噛むな、鶏胸肉とレバー、そして、さつまいもと、これは鶏のささみ、原材料それだけなんですよ。だからすごく健康的なおやつなんじゃないかなと思います。まあ、多分ね、ウニ全部好きなものなんで喜んでくれるんじゃないかなと思います。そしたらまずこれ鶏胸肉&砂肝というやつを与えてみようと思います。フリーズドライのやつですね。あ、ごめん、当たっちゃったウニ、ごめんね。めちゃくちゃ食いつくね、ウニ。ちょっと待って、今あげるから、ちょっと待ちなさい。あ、すごいいい匂いする。これこういうやつですね、こういうやつ。じゃあウニ、ここ来て、お座り、お手爪立てないで、お手、あ、かわいい、はい、どうぞ。おいしい？ペロリだね。一個だけじゃかわいそうか。もう一個あげるね、じゃあ。夜ご飯減らそっかな。はい、どうぞ。おいしいね、これね。すごいいい匂いすんの。ちょっと目に紙が入ってるよ。次、まあ似たような同じシリーズですね。今度は、鶏胸肉とレバー。よいしょ。これ開けてもジッパーになってるんで、ジッパーでいいのかな、ジッパーになってるんで結構長持ちするみたいですね。で、フリーズドライですしね。また同じようにこういう形ですね。これ持ってても全然手が汚れないんで助かりますね。ちょっと待ってね。じゃあもう一回お手、今ちょっと爪立てないで、お手、お手、ちょっと意地悪してるけど、お手、かわいい、お手、はい、いい匂い、これも美味しい、ウニ美味しいね。で、最後が
さつまいもチップスというやつですね。違うな、さつまいもささみチップスか。でこのチップスのタイプは与えたことがないんで、もしかしたら最初食べ方わかんないかもしれないですね。よいしょ匂いクンクン嗅いでる。でこれもね、これはちょっと1個が大きいんで、ちょっと割ろうかな。割って、あ硬い、割って半分だけ、半分だけあげます。でこれでもちょっとね、ちょっとよいしょ、お座り待って。でこれでもちょっとね、1回だとうまく噛めないと思うんで、もう少し細かく切って、はいどうぞ。あいい音、どう？あ、美味しいね。ウニの好きなさつまいもとお芋のチップスだよ。あ、美味しい。はい、どうぞ。かわいいな。はい、どうぞ。早いね、ウニ。夜ご飯ちょっと減らすよ。はい、どうぞ。ちょっとこれ僕も食べてみよう。味があんましないな。そうか、さつまいもチップスに比べたらささみが入ってるからそこまで甘くはないのか。はい、じゃあウニこれ最後ね。はい、はい、終わり。美味しかった。じゃあ今日からウニ、ウニ今日からトイレ成功したらこれ1個あげるね。トイレ成功したら1個。かわいいねーねー。まあもうトイレ失敗しないもんね、ウニね。よし、じゃあ今日夜ご飯を少し減らして夜のお散歩を少し長めに行きましょうね。まだもらえると思ってるね。もうお手とおかわりの違いが、お手、それおかわり、お手